高橋由一チャンネル。立憲民主党の新代表が決まりましたか。うん、どうですか。まず誰でしたっけって聞いちゃいけないんだろうけど、まあ正直言うと、はい、関心が低かったからね。私も全然その一人の人と、はい、これ西村さんという方、女性の方とあのラジオでたまたまあのご一緒する機会があって、これで生でね、なんか質問してくれって言うから、これは簡単な質問だろうと思って外交的ボイコットの話聞いたら、はい、全然違う話を答えられちゃってびっくりしちゃってもう途中でどうしようかと思って放送事故になっちゃうんじゃないかなと思いながらやりましたよ。まあでもはっきり言うとね、小粒でね、あの誰が出てるかよく分かんないから、あの多分テレビ局の人も困ったんじゃないかな、これ視聴率が取れないっていうかね。だって誰が出てるか分かんないんでね。だからその意味では、まあ、あの誰かがあの、まあ、なりましたねっていうことなんじゃないですかね。これで大きく変わるかどうかと言われると大きな変化は難しいでしょう、うん、なんとなく評価的には一番右側の人っていう、まあそうかもしれませんけどね。でもまああの立民の中の右だからね全体から見たらね、あの立民の右か左かって普通の人から見るとみんな左に見えちゃうと思うんだけどね。だからその意味で大きく変化があるとは思えない、は思えないですね。あの記者会見でその割と今後共産党とどうするんですかみたいなのがあって、うん、割となんかリセットに近いような感じのことでもリセットできないでしょ。あのこれはあの要するに共産党の方が、抱きつくから。共産党っていうのは今までの歴史から考えると、まあ、40年間ぐらいね、はい、私の知ってる限りも役職、私役人になってからですけどね、あの共産党とくっつく党はなかったんですよ、はい、共産党は独自路線でずっと来たわけね、はい、独自路線でずっと来たっていうのが普通の政治の常識なんだけど、はい、まあ、枝野さんがこれをちょっと破って、はい、まあ、あれでしょう、誘惑に駆られちゃって、はい、小選挙区でちょっと勝ちたいからってんで、うん、あの選挙協力しちゃったわけですよね、はい、これはだから共産党から見ると実は渡りに船でね、はい、まずあの形式論から言うとね、共産党っていうのはね、間違いが絶対ないってところという建前なんですよ。これはね、間違いを認めちゃうとね、あの代表を変えなきゃいけないなんでしょ、はい、でも代表は変えられないから、だからずっと逆に言うと代表は変えられないからずっと間違いがない、今までやったことは全部正しいっていうことになるわけね。そうするとあの今回の選挙協力も正しかったっていうね、共産党からはそういうメッセージ、そういうふうな位置づけになるんですよ。正しいから続けると。で、あともう一個、これを支えるのは、これが非常に大きい話なんだけど、はい、なぜこういうふうなあの選挙協力をしたくなるかっていうんだから、共産党側の事情です。で、どういうのかっていうと、あのもし選挙協力しなければ建前があの共産党としては、はい、まあ、もうほとんどの選挙区に立候補者を立てるってことになるわけね、はいはいはい、そうするとどうなるかっていうと、あの法定数の一定数がないときにはあの供託金没収になるんですよ、はい、で共産党の場合は供託金没収される確率が結構高いから、かなりの人がなるんでね、これ多分ね何億円って数字なんですよ。はあ、なんか一回選挙するたびにすごく共産党は財政が大変になって、はい、今はなんか赤旗なんかもそんなに売れないしね、はい、すごく大変なんですよね、はい、だからそこであれですよ、この選挙協力という風な名のもとにね、はい、あの候補者を立てなくていいっていうのは共産党にものすごいメリットがあるわけ、はあ、うん、これがあるから、あの絶対に共産党からはね、あのさっきの無謬性って言ってね、間違いがなかったって言ったともにね、このメリットね、供託金没収がないというメリットがすごく美味しいから、これ共産党は絶対諦めないです。だから抱きつくんです抱きつくとどうなるかっていうと、はい、立憲民主党の方はね、いついつまで約束したでしょとか言われて、ね、いろんなこと言われるから、はい、立憲民主党は最後はね拒否できないと。そうなんですか。多分拒否できないんですか。拒否したらね、こういう裏約束がどうのこうのって言われてね、それがまずいっていうふうに思うでしょ普通は、はあ、だから立憲共産党はまあね、そんなん知らないってね、もうものすごくね、あの公安の人が来ない限りこれは無理ですね。だから共産党の方はもうどん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 抱きつきたいという、いくらでも抱きつきたくなるわけとんでもない毒まんじゅう。そうです、そうです。だからすごいんです、みんな知ってるから、今まで40年間誰もくっつかなかったんじゃないのそんなの気分、そんな常識じゃない、そんなのなんで分かんないのって話だよ。ああそうですか、うん、もうほとんど常識だから、過去40年間は野党を除く共産党っていうのを全てやってきたわけ。それ枝野さんが、ね、選挙協力しちゃったんだもんね。俺は大変で、もう共産党としてはラッキーって感じで乗って、もう絶対に話さないよ
そうなんです。これはこれで面白いんだけどね、はい、まあ当分共産党話さないよね。あ、だって話しちゃったらまた建前として全部に候補者立てなきゃいけなくなるじゃん、うん、そうしたら供託金没収すごいもん。あ、今回じゃあほとんどじゃ募集なかった。ないよ。立ててないんだもん。そうですよ、ね。そう。ものすごいあれ、もう目に見えたね、収支改善だからね。はい、当然共産党はね、こんな美味しい話を逃すわけないですよ。はというわけで、まあ立憲民主党はね、変なのに抱きつかれちゃったわけだよね。じゃあいくら連合の会長が辞めてくれって言っても、もう無理。言葉を変えて。だから二股するんじゃないの、連合には連合でやめますって言って、じゃあ裏ではやりますって。この候補者を立てて候補者を見ればすぐ分かりますよ。だ今までだったら立憲民主党、まあね、あの選挙区前は共産党必ず立つんだよね。それがどんだけ立つか。そんなにすごくたくさん立てば、本当にあの共産党が組まないっていうのは明らかなんだけど、それで全然立てなかったら、まあ、共産党と組んでるってことだよ。選挙であのどういう候補者を出すかによって全て分かりますよ。次の参院選でも参院選でも、まあ、あの事実や選挙協力すると私は思いますよ。まあこれもね、あのやるときにいろんな理屈があってね、選挙協力すると確かに部分的には小選挙区でちょっと勝つんだよね。あ、そうですね、うん、ちょっとは勝つわけだ、全体減らすわけね。そうすると参議院は小選挙区が結構多いからとかいろいろ理屈こねながら、実は多分、立憲共産党ですよ。これはこれで自民党としてはちょっとラッキーはラッキーなんだけどね。 でも小選挙区ちょっと負けるから、これはあの小選挙区ちょっと負ける自民党としてのデメリットをどう考えるかな話でね。で多分立憲共産党の方で選挙協力すると小選挙区こういうふうに勝ったっていうのはアピールするはずだけどね。まあ、あの抱きつき戦法っていうのは予測された通りですね。え、枝野さんそれ分かってなかったんですか。ちょっとおかしいね。私でも分かるくらいでね、供託金がもう圧倒的に払わなくて済むからすごく財政有利になるって。これで共産党は立場として政党助成金もらってないでしょ。はい、そうですよ、ね、だから要するに共産党の収入っていうのは基本的に赤旗の話になっちゃうわけですよ、はいはい、あれが大変なんだもんね。そんなの外形的に見て明らかじゃない。もうあんま出てないです、うん、それで共産党は絶対に何か間違ったって言わないから多分政党助成金を受けられないんですよ。そうすると大変だよね。もう苦しくなったからくださいっていうわけにはいかないっていうことです、ね、言ったらまた面白いけど、そこはさすがに共産党もあの口が何ていうかな、避けても言えないでしょ。そうすると必ずこちらの選挙協力の方に来てるわけよね。なんで旦那さんこんなの分かんないのかね。やっぱりこういうふうな損得勘定とかこういうの疎いんじゃないの。こんなの党運営してたらすんごい簡単だから、はっきり言えば誰でも知ってる話ですよ。終わりですね。そうなって。これまた抱きつかれた時大変だよね。連合は嫌だって言ってるしね。それでまともな労働組合の方がみんな嫌だって言うから本当に大変だよね。そこはだから基礎票を失うよね、間違いなくね。うん、なくなっちゃうんじゃないですか。ああ、だから今まで共産党とくっつかないっていうのはなくなるのが嫌だから、みんな共産党と組とあのくっつかない、組しないっていうのは今までの野党でしたけどね。そうですよ、ね、うん、ついに消滅するかもしんないけれど、どうすんのかねこの新代表さんね。はっきりやんないと。でもこれ知ってることだと思うけど、共産党は許してくんない、許してく話さないからね。だからよっぽどすごく突っぱねないと無理なんだよね。だから会計でもビシッともうやめますとは言えない、ね、言えないんで、言えない、だから本当は言わなきゃいけないよ、うん、もう何があってももうやめますと言って、あのなんかいろんな証文出さされてもそれは前の人の話ですって言ってね、うん、新しい立憲共産、あ、立憲民主党は違いますって言えばいいんだけどね、そういうふうに言えないんじゃないの。あの枝野さんなんかずるいじゃない、前にさなんか言ってたらあれは前の党の政策ですっていうふうに言ったんだけど、そのくらいあのずる賢い話が必要なんだけどね、共産党との間の話について言えばね。いや、そういう意味では面白いです、ね、皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。